皆さん本日もご視聴ありがとうございます。ソフトバンクホークスの甲斐拓也捕手がFA権を取得したので、その移籍先などを考察していきます。パ・リーグの名門、福岡ソフトバンクホークスの正捕手、甲斐拓也選手がFA権を取得しました。甲斐キャノンの愛称で知られる強肩と抜群の守備力で球界を代表する捕手に野球界全体が注目しています。当面、甲斐選手は現状維持か、それとも新天地へ、その決断が及ぼす影響力とともによく考えていきましょう。甲斐拓也選手は2010年の指名6位でソフトバンクに入団して14年間のプロキャリアを積み重ねてきました。大分県出身の甲斐選手は高校時代から強肩が注目されており、プロ入り後もリーグを代表する捕手として成長しました。ソフトバンクでの甲斐選手の活躍はチームの黄金期と重なります。2014年から2020年にかけてソフトバンクは7度の日本シリーズ制覇を果たし、甲斐選手は正捕手として欠かせない存在です。特に2020年の日本シリーズでは打率5割7分1厘、本塁打1、打点4の大活躍で MVP を獲得し、チームの4連覇に大きく貢献しました。甲斐選手は130試合に出場し、打率2割5分6厘、5本塁打、43打点の成績を残しました。守備面では、例年通りの安定感を見せ、投手陣からの信頼も厚いです。勝率は4割1分3厘と、リーグトップクラスです。今回は、甲斐選手のキャリア、実力、そして彼のFA権行使が及ぼす可能性のある影響について、より深く掘り下げてみていきます。甲斐選手は2010年にソフトバンクへ入団して以来、キャリアを積み重ねてきました。主な実績として、ベストナインを3回、ゴールデングラブ賞を6回連続受賞しています。さらに、2020年には日本シリーズ MVP も獲得しました。また、オールスターゲームに4回出場しています。これらの受賞歴が示すように、甲斐選手は守備面で圧倒的な評価を受けています。特に6年連続でグラブ賞を受賞していることは、その守備力の高さと安定感を物語っています。打撃面では、キャリアハイの2019年に打率2割7分1厘、19本塁打、61打点を記録しました。最近は打率2割5分前後、10本塁打程度で推移しており、チームに貢献しています。甲斐選手の成長はソフトバンクの強さと密接に関係しています。2015年に正捕手の座を獲得して以来、チームは5度のリーグ優勝と4度の日本一を達成しています。この間、甲斐選手は常に先発マスクをかぶり続け、チームの中心選手として活躍しています。甲斐キャノンの愛称で知られる彼の送球は、多くの走者を指すだけでなく、相手チームの戦略にも大きな影響を与えています。甲斐選手が正捕手の試合では、チームの盗塁試行回数が減少する傾向にあります。また、投手とのコミュニケーション能力も高く評価されています。ソフトバンクの投手陣の多くが、甲斐選手のリードを絶対的に信頼していると言います。特に若手投手の育成に関しては信頼があり、チームの投手力向上に大きく貢献しています。2020年に新人王を獲得した千賀滉大投手は、甲斐さんのリードのおかげで自信を持って投げることができたと述べています。また、ベテランの武田翔太投手も、甲斐さんのミットがあるから思い切り投げられると、その信頼の厚さを示しています。打撃面では、勝負強さには定評があります。特に、ここ一番での集中力は高く、重要な場面でチャンスをものにする能力を持っています。2020年の日本シリーズで MVP を獲得したことも、この勝負強さの表れと言えるでしょう。甲斐選手がFA権を行使する可能性は低いと見られています。その理由としては、ソフトバンクでの長年の実績と信頼関係、チームの主軸としての責任感、ソフトバンクの給与面、環境面の良さ、そして地元、大分に近い福岡でのプレーを続けられるメリットが挙げられます。実際、甲斐選手自身もソフトバンクでずっと野球を続けたいと以前のインタビューで語っており、残留志向が強いと見られている。しかし、甲斐選手がFA権を行使した場合、その影響は計り知れないです。まず、ソフトバンクにとっては、チームの要を失うことになります。甲斐選手の後継者育成は進めているものの、彼のような総合力を持つ捕手はそう簡単には見つかりません。若手育成のノウハウは簡単に引き継ぐものではありません。特に正捕手がいなくて悩む球団や、若手育成のために経験豊富な捕手を求めている球団にとっては、垂涎の的となるでしょう。例えば、読売ジャイアンツや中日ドラゴンズなど、ベテラン捕手の引退や成績不振に悩むチームは、甲斐選手の獲得に強い関心を示す可能性があります。さらに、甲斐選手の移籍は、他の捕手の FA、動向にも大きな影響を与える可能性があります。例えば、巨人の大城卓三捕手や阪神の坂本誠志郎捕手といった FA 権を持つ他の球団の捕手たちは、甲斐選手の動向でプロ野球界全体の捕手市場が大きく動く可能性があるでしょう。最も可能性が高いのはソフトバンクへの残留です。チームは甲斐選手の価値を十分に認識しており、好条件での残留提案を行うと予想されます。例えば、3年間総額6億円以上、これは、現在の推定年俸1億5000万円前後から大幅な増額となり、甲斐選手の価値を十分に反映したものだと言えます。このシナリオには多くのメリットがあります。まず、甲斐選手はチームの中核選手としての地位を維持できます。また、若手捕手の育成に力を注ぐことができ、投手陣との関係もさらに柔軟に考えられます。甲斐選手はソフトバンクの正捕手としての立場を確固たるものとして、若手捕手の育成にも力を注ぐことができます。例えば、現在2軍で活躍している栗原良也選手や、ドラフト1位で入団した田上良選手などの若手捕手の成長を直接指導できます。これはソフトバンクの長期的な戦力構築にとって非常に重要な要素となります。さらに、投手陣との関係性も崩れません。例えば、エース格の千賀滉大投手は過去に甲斐さんのリードがあるから自信を持って投げられると書いてあります。信頼関係は長年の積み重ねによって築かれたものであり、簡単に積み重ねて構築できるものではないのです。さらに、地元に近い環境でプレーを続けられるという点も大きなメリットとなります。大分県出身の甲斐選手にとって、福岡での生活は地元とのつながりを見据えつつ、プロ野球選手としてのキャリアを築ける理想的な環境と言えます。甲斐選手の FA 権行使は一選手の去就という枠を超えて、プロ野球界全体に大きな影響を与える可能性があるでしょう。ここでは、その影響について、より詳細に分析します。まず、ソフトバンクへの影響を考えてみます。甲斐選手が他球団に移籍した場合、ソフトバンクは即戦力の正捕手を失うことになります。これは、チームの戦力低下に直結します。特に言われるのは、投手陣のパフォーマンス低下です。甲斐選手のリードや投手とのコミュニケーション能力は、多くの投手から高く評価されています。また、盗塁率の低下も予想されます。甲斐キャノンの不在は相手チームの走塁戦略に大きな変化をもたらすだろう。ソフトバンクはより多くの盗塁を許す可能性があります。チームの精神的な支柱を失います。そして甲斐選手はチームの中心選手の一人として精神的な支柱の役割も担っています。彼の不在はチームの雰囲気にも影響があるかもしれません。次に、移籍先球団への影響を考えます。甲斐選手が他球団に移籍した場合、その球団には大きな期待がもたらされます。甲斐選手の加入により、チームの守備力、特に捕手陣の強化が図られます。これは、チーム防御率の向上につながる可能性が高いです。また、若手投手の成長促進も期待できます。甲斐選手の経験と指導力は、若手投手の成長を加速させる可能性があります。さらに、チーム戦略の幅が拡大するでしょう。走塁抑制やリードによる投手の能力を引き出せ、より多様な戦略が取れるように考えられます。最後に、リーグ全体への影響を考えてみましょう。甲斐選手の FA の移籍は、リーグ全体にも懸案効果をもたらす可能性があります。まずは捕手市場の活性化が期待されます。移籍は他の捕手の FA、動向にも影響を与えるだろう。特にソフトバンクが代わりに捕手を探す場合、他球団のベテラン捕手に注目を集める可能性があります。また、甲斐選手の加入球団が大きく戦力アップする場合、ソフトバンクの戦力ダウンが予想されます。これにより、リーグ全体の戦力バランスが変化する可能性があります。さらに、捕手育成方針への影響も考えられます。甲斐選手の移籍は、他球団の捕手育成にも影響を与える可能性はあります。このように、甲斐選手の FA 権行使は、プロ野球界全体に大きな影響を与える可能性があるでしょう。甲斐選手の FA 権取得に関しては、ファンやメディアからは様々な反応が寄せられています。ソフトバンクファンの多くは、甲斐選手はホークスの魂、絶対に残ってほしい、という声を上げています。特に捕手不足に悩むチームのファンからは、甲斐選手なら打線も守備面も一気に強化できる、といった期待の声が上がります。メディアの反応も注目されます。スポーツ紙の記者は、ソフトバンクが好条件で引き止めたのは安心です。問題は他球団がどこまでの条件を出すことができるか、と分析しています。解説者は、甲斐選手の価値は戦力だけじゃない、チームの要として、若手の育成も担っている、と、その総合的な価値を強調しています。SNS 上では、甲斐の盗塁阻止率は異常。これだけでも年俸3億円は余裕、といった具体的な数字を気にする声や、FA で移籍するなら、地元の大分に近い広島がいいんじゃないの、といった憶測も飛び交っています。プロ野球選手の FA 移籍は、地域経済にも影響を与えるかもしれないです。甲斐選手の去就は福岡の経済指標にも影響するかもしれない、と、野球界を超えた影響力を指摘しています。このように、甲斐選手の動向は、たった一人の選手の去就を超えて、多くの人々の関心を集めています。その決断が、どのような波紋を広げるのか、今後も注目が集まるでしょう。福岡ソフトバンクホークスの正捕手、甲斐拓也選手の FA 権獲得は、プロ野球界に大きな波紋を呼んでいます。抜群の守備力と投手リード、そして勝負強い打撃で知られる甲斐選手の去就は、リーグ全体の勢力図にも影響を与える可能性があります。甲斐選手は14年のキャリアで6度のゴールデングラブ賞や日本シリーズ MVP など、数々の実績を残しています。甲斐キャノンの愛称で知られる強肩は、相手チームの戦略にも影響を与えました。ソフトバンクの残留の可能性が高いと見られています。残留すれば、ソフトバンクの強さが維持され、若手捕手の育成にも貢献できるでしょう。一方、移籍した場合、移籍先球団の即戦力となり、チーム力を大きく向上させる可能性があります。同時に、ソフトバンクにとっては大きな痛手となるでしょう。また、捕手市場全体にも影響を与え、他の捕手たちの FA、動向も検討する可能性があります。甲斐選手の決断は、選手価値の評価基準や若手育成方針にも影響を与える可能性はあります。さらに、ファンの動向や地域経済にも変化をもたらす可能性があります。このように、甲斐選手の FA 権獲得は、プロ野球界全体に大きな影響を与えます。その最終的な決断によっては、予想外の展開も考えられ、今後の動向から目が離せない状況が続きます。皆さんは、甲斐選手にどのような決断をしてほしいと思いますか？また、あなたのお気に入りのチームに甲斐選手が入団すると、チームにどのような変化がありそうですか？教えてください。甲斐選手の動向から目が離せない、熱い野球の秋がやってきます。